邪神ちゃんの違法動画がついに1400万回を超えたようです。先日邪神ちゃん公式がシリーズ中でも一番人気のあるシーンが1494万回も再生されました。違法アップでと報告したことで自分もこの動画で邪神ちゃんにハマりました。アニメの名前知らんのにめっちゃ YouTube のおすすめに出てきたやつと言われるほど有名な違法動画になるんですが、他にもクラウドファンディングで1億を集めたり、ふるさと納税コラボでフラの騒動が起きるなど、数ある衝撃的すぎる騒動の中でも違法ロードアップ業者との戦い、伝説の幕開けと伝説と言われるほどの騒動であり、以前に初音ミクさんの登場シーンを切り抜いた違法動画が YouTube に投稿され、わずか4日で550万回も視聴されているのが悔しいということで、習慣化されている違法アップロードの対策、削除してアップ、削除してアップではなく、これからはどこよりも早くアップロードしようということで、違法より早いというテーマのもと、このツイートから違法アップロードの戦いが始まり、3話放送が目前となり、1話と2話が違法アップに連敗、悔しいですのと報告して、 VTuber を務めるエキュートの声の人朝のルリさんに相談して、まず違法アップロードをしている人にドロップキックをかましますというルリさんのボケに対して、あの飴さえあればと魔界中みんなで千里眼ドロップスと呼ばれる一粒舐めれば目的の人間がどこにいるのか簡単に知ることができる魔界グッズを利用して違法者にドロップキックをかまそうとするボケをボケで返す公式さんの面白いやり取りがあるなど、ちなみにおふざけだけではなく、以前のツイートでは違法動画に困っていた公式さんにどこよりも早くアップしつつ英訳字幕と英訳タイトルつければ勝ちです、そうだ英訳タイトルもつけようというガチのやり取りもしていたこともあり、公式が報告すれば一発 KO なのでは、権利者による削除依頼はできないのでしょうかとファンと公式さんのシュールすぎるやり取りが発生していて笑ってしまいました。そんな反省と対策を行った公式さんは、放送前日に3話の切り抜きを最速投稿や英語タイトルと翻訳字幕を行い、 YouTube ショートも対応させたことで、その発想はなかった、もはやフライングで草、放送前に切り抜きはさすがに草と、公式だけにしかできない対策に衝撃を受ける方々がたくさんおり、その回あってか敵視されていた方の動画欄にも3話の切り抜きが見当たらないことから、こちらの公式さんの3話切り抜きで初勝利を勝ち取り、3期放送開始から2週間でチャンネル登録者を5万人増やして13万人に到達させてしまうなど、その後も違法よりも早い、違法にはできないを動画投稿を続けた結果、違法サイトみたいになることが分かりましたと報告して、最後に違法サイトみたいな公式サイトにぜひご登録くださいと自虐ネタをぶち込むユーモアを見せたことで、一期の1話から見ようと思ってるんですが、今からでも間に合いますか？間に合います。じゃしんちゃんはどこから見てもあまり変わりません、雨まで見てきますとジャケットが増える瞬間を目撃してしまったり、公式さんと朝のルリさんが、ちなみにそれだけ再生されたら収益ってどんな感じになるんですか、広告つけてなかったから300万回再生されてもゼロですの、今からでもつけよう、圧倒的ポンコツとお決まりのやり取りを繰り広げ、そんな中公式さんのあるツイートが話題となり、それが違法アップロードを合法化する海賊に仕事を提供して撲滅者というお寿司屋さんの伝説に着想を得ましたと報告して、戦うのではなく組み込んでしまうとはまさに天才、毒を持って毒を制す自デイク運営、違法アップロードが合法になるというパワーワードと前代未聞の敵と共存スタイルに衝撃を受けた方々はたくさんおり、そして後日に追加説明として二次創作を認めたら正規配信の再生数が下がるんじゃないかという意見を跳ねのけたいです、一緒に共存できるを証明しましょうという一証明を行ったのですが、このツイートの画像のある部分がおかしいと注目を集め、それがこの部分でと物理法則を無視する邪神ちゃんの髪の毛に注目が集まってしまうなど、最後まで話題の尽きない邪神ちゃん、これからの生存政策に注目していきたいと思います。以上ニュースをお伝えしました。